はようございます。今はオリンピック会場のところに来たんですけど、波前回と同じぐらいないです。でも前回はぐちゃぐちゃだったじゃないですか。サスライサーフ TV のカナンちゃんとコラボしたのが前回の動画になるんですけど、あの時はちょっと風も悪くてすごいシャバシャバでぐちゃぐちゃだったんですけど、で今は波は小さいけど面はすごい綺麗です。なのでちょっとここで軽くやりたいなと思います。で前の初水着サーフはちょっとまだ早かったっていうことなんですけど、なんかねみんなに聞いた、私最近サーフしてなかったんですけど、みんなに聞いたらなんか水温がめっちゃ上がってるみたいな感じなので、ちょっと今日こそ水着でできるんちゃうかなと思って、もう水着しか持ってきてないです。あ、日焼け止めがない。なんか外はめっちゃ暑いんですけど、ちょっと風が吹いてる。でも風吹いてるけど面はすごい綺麗くてメンツルです。いかなワックス。このオリンピック会場で7月23日にこの水着のファッションショーをやるので、ぜひ来てください。時間は多分夕方の試合もやってるので、その試合が終わってからやから4時半か5時ぐらいにスタートします。ブースも出すやんな。そう、ブースは22、23、29、30で4日間出すので、そこで販売もするのでぜひ来てください。あったかいよりは全然下がってると思うからちょっと冷たかったんやけど、外が暑すぎてだんだん入ってたら暑くなりました。
もう波はめちゃくちゃちっちゃくて速いダンパーでした。今日のワンポイント、こういう波小さくて速い波の時にこれだけをすれば、まあ、ダンパーでも技が入れるようにできる、するためには私からのワンポイントは、波を見つけてパドルし始めてパドルとテイクオフで乗るじゃないですか。でそのパドルをし始めてパドルの勢いとテイクオフの勢いが大事やけど、そのパドルとテイクオフの間のこのパドルをやめてテイクオフの時に板を持つ時の持ってる間の短くするすればするほど加速するし、いい波をつかめるなって思います。ぜひやってみてください。とりあえず上がってきたら暑すぎやばい。でも7本ぐらい乗ったんちゃう。うん、そうやな、はい、こんな感じで今日の水着サーフは、6月の30日なんですけど、もう水着でサーフできます。千葉来た。お疲れ様です。下は絶対これがいいのは、うん、なんかみんなずれたりするの嫌っていう人多いけど、うん、なんかこの面積が小さければ小さいほど、うん、ずれないんですよね。なんかこうドルフィンでこうみんなバーンってずれるけど、ドルフィンでずれるのはこの大きい水着を着てるから、うん、水がここにバーンって入って溜まって、うん、ずれるけど、こういうちっちゃい面積だったらずれにくいです、その大きいより。なるほどね。やし、なんか日焼けもなんか大きい日焼けするのが嫌で、うん、ちっちゃいのを着てます。サーフィン やってる女子ってさ、 水の中で水着の戻し方めっちゃプロやんな。そうだからバーンってこけても、うん、海の中でこう反対向いてて頭下で足上でもさ、このままこうやってピピって戻して出てきた時にはもう元通り。そうやな、それはほんまみんなうまい、うまくなる。ママもどうやった？めっちゃうまかった。ママも元サーファーやんな。そう、元な。もう何十年もやってないけど。そうそう、ママね、前久しぶりに8年ぶりぐらいにサーフィンしたロングに引かれてんな。そうで、耳なおたべみたいになってん、おたべ。でも早く、もうすぐ、でも梅雨明けそうやな。な、うん、っていうかほぼ雨降ってないし、なんかちょっと曇りやけどなあ。でも昨日が一番暑くて、昨日バンズのちょっと集まりがあって東京にいたんですけど、ママが乗ってきた車がクーラー潰れてて、ケイナも汗だく。一番今まで、今年で一番暑い日になクーラーなしやってんな。みんなも無口やってんの、うん、ママだけ喋っとって、うん、文句ばっかり言って、文句ばっかり言って。こんな感じで今から家に帰ります。バイバイ。今から PR でも何でもないのに PR をする私です。ディオ全然使わない、買わんでもいいで。いやねんけど、これマジ調子よくて、なんか松田しのちゃんと脇田さらにこれいいでみたいな、2人から聞いてて、みたいな、なんかずっとオイルで落としてて、日焼け止めを。でなんか肌荒れがすごいしてたので、でこのバーム、こんな感じバームに変えて肌荒れなくなってだし、これがなんかオイルでしか日焼け止めって落ちひんと思ってないけど、このバームでスルッと日焼け止めも簡単に落ちます。でさっき言ってたこれ、なんかめっちゃぼやけてる。これあの化粧して海入ったら、なんでこんなぼやけるん、ほら下にクマみたいになるやん。これが嫌でいつも化粧して入らないんです。今の顔覚えた？このバームでスルッと。さっきビーチで話したワンポイントアドバイスは、ぜひ皆さんはやってみてください。マジあれやるだけでほんまに変わる。例えば一発入るところめっちゃ早くて、こう普通に二発入るみたいな、全然あるから。普通になんかプロの世界でも全然そんな感じです。テイクオフ遅い、なんかテイクオフ遅いとか言うけど、テイクオフ遅い人ってパドルとテイクオフの間のこのギューって波に押されるの待ってる時間が長いと思うんだよな。それをなくすのがめちゃくちゃ大事です。洗おう。ほらめっちゃ落ちたやろ。なんでこれぼやけんの、こんなに。
はい、すっぴんになりました。アルミアン、ご視聴ありがとうございます。また YouTube アップするのでぜひ見てください。コメントお願いします。バイバイ。